こんにちは。日曜日はリボルバーサンリボです。今回は昨年末にマルシンさんから再販されましたコルトシングルアクションアーミーキャバルリーヘビーウェイト木製グリップ付きのカート式ガスガンです。はい、パッケージはね、今回驚きましたよ。このかっこいいパッケージね、手にされた方はみんなおおと思ったんじゃないでしょうか。やりますね。そしてね、こちらがこの本体の仕様ですね。こういう感じですね。ブラックヘビーウェイト木製グリップ仕様 6mm X カートリッジ仕様ということになっています。中はね、いつも通りこの辺で昔と変わってないんじゃないかななんて思うんですけれどもね、サンプルの BD と取説がついてきました。でちょっとね、ご報告しておかなきゃいけないのは、この箱のね、噛み合いというかですね、密封度すごくてですね、出すの結構苦労する。そのぐらいね、きっちりと閉まります。そういったところのね、パッケージの精度の良さなんかにね、本体の期待もね、高まっているところでございます。外観確認していただきましょう。マズルからですね、肉薄ですよね。シングルアクション網のね、このいい感じですね。本当に西部劇で見慣れた形。インナーバレル結構前の方まで来てますよね。でこんな感じでじわじわとこうね、で寄っていくとこの刻印いい感じですね。はい、で木栗のツヤ、ねえ、散々私あのライブとかの昔の動画で材木グリップなんて言っちゃってごめんなさいですね。もはやもうそんなことは呼べないですね。これは立派立派、素晴らしいグリップついてきました。はいね、サイトピクチャーはねこんな感じですね。もちろんシングルアクションアーミーのねサイトピクチャーも見にくいのはしょうがないですよね。昔からこうですもんね。はい、ここにねなんかね、変なサイト、変な違うすごいごついサイト乗っちゃったらね、あの別の銃になっちゃいますからね。やっぱこれはこれでいいんですね。でガスの注入口がちらっとここにありますけれども、全然横から見る分には目立たないと。ハンマーの定位置がね、やっぱ少しガスガンですからね、これ落としてもこの位置なんですよね。ここはもう仕方ないですね。以前からマルシンさんはそうですね。はい、でカートリッジはこういうカートリッジですね。はい、先端に BB を詰めます。お尻はこんな感じになってます。早速ちょっと装填配球だけしてみましょうか。いいですねこれね。はい、飽きません。シラフでやってもよし、ちょっとほろ酔い気分になってやってもよし、ペロンペロンになってからやるとね、さらに妄想は膨らみますね。とこんな感じのところで起こしてみましょうか。でハンマーを起こすとこんな感じで起きます。今ガス入ってますんでね、空打ちするとガスの音がポンとしますね。そんなに大きなポンなんて音はしませんけれどもね。そしてまあ嬉しいのはね、シリンダーのね、が貫通してますんでね、こういった楽しみ方もできますね。ピョン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 ね、もちろんね、映画ではね、実銃なんかでは銃口を上にしてね、こんな風にね、はい、張り付いてしまったね、真鍮製の薬莢を廃墟してるシーンなんかがありますけれどもね、同じようなものが楽しめるというところですね。取説ちょっと見てみましょうか。何が変わったんだろう。いろいろ改良点があるということでね、はい、購入したわけですけれども、何がどう変わってるのかな。以前のね、シングルアクションアーミーマルシンさんのガスのね、ライブカート式のやつ、これもね、実は何世代かあるんですよね。多少マイナーチェンジは繰り返されてますけれども、今回のはね、まあ、目玉はやっぱりあの、ベースピンがね貫通型になったということと、あとですね、ホップの可変のホップの調整がね非常にしやすくなったと、これここに書いてあります。後でちょっとやってみようかな。
な感じですね。でそのねホップ調整なんですけれどもね、取説によれば、シリンあのハンマーは定位置にしてですね、ゲートを開きベースピンを押してロックをしてベースピンをピョッと抜くと抜けましたね。でそれでコロコロコロっとシリンダーが出てきますと、そうするとなんとここに、はい、ホップ調整機構がついてるわけですね。でこれねスライドするんですよ、ギュッ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 って前後にね。それをねこのベースピンのね先端を使ってやりましょうって書いてあるんで、まあ、工具いらずスライドしてるの映ってますね、こんな感じで、いけるいけるいける。でここで効いてここで緩むって感じなんで、私今一番、こちら側に引きましたんでね、はい、これホップない状態にねしてるわけですね。ちなみにここの機構ね、このピコピコもうガスガンのね命の機構ですねこれはね、はい、このあたりもねかなりねマイナーチェンジされてるんじゃないかというふうに思います。で、シリンダーをこれがねあんまりねうまく戻らないとみっともないんですけれども、戻して、はい、戻りましたね、カチッて言いましたね。でベースピンを刺してやると、入った。でここまでパチンとね、ここまでしっかりとね入れてあげないとダメですね、ベースピンはね。はい、で動くかなと、動きますね、はい、こんな感じでね、はい、ホップ調整もできるようになってるわけですね。ちょっとねガス入れてみましょう。ガス入れるときはねこう斜めになりますんで、少しね角度的にはこんな感じになりますね、はい、あもうちょっとこんな感じか、はい、クリクリ合わせてるからね、あんまり入れすぎちゃうとね生ガスくんになっちゃうんでね、これで今 1,2,3 ガスなくなってきてますね。これねもうちょっと入れた方がいいのかな、適量がね今回試射してても最後までね、我が家はつかめませんでした。このぐらいで結構入ったのかな、なんか今満タンの予感がしたぐらいですね。あ、今生ガス吹いてますね少しね、このぐらいでいいかな、ね、試射をするのにね、じゃあまず先にちょっと順番あれして変えて、先にちょっと初速だけ測っちゃいましょう。で BB はねこんな感じでねここにね、はい、乗せてプチッと音がするまで入れるわけです。プチッ、プチの音今届きましたでしょうか、プチッ、プチッっていうことですね。でこれを3発ぐらい入れようか、よいしょ、はい、で送ってここで次に出ますという状態になってるわけですね、はい、じゃあ初速をね測ってみましょう。真冬でね今暖房ね音の関係でファンヒーター切ってますんでね寒いっすよ。 0.37J っていうのが出ましたね、はい、1発目2発目ウェストアームズのターゲットに0.39J ってのが出ましたね。3発目 0.36J ということで 0.35 から0.45 ぐらいの間と思っていただけるといいと思います。実際ね打った感じそんな感じでしたね。では安全のためにカートを抜いてトリガープルと重量を測ってみましょう。トリガープルは重要ですからね。0.72 ね。もう一丁。1.05 ということで。このあたりねちょっと聞いていただくと分かるんですけれどもね、遊び全然ない状態でやっぱりかなりね切れるまでのね
プルトリガーのね移動量は大きいですね。このぐらい動きますね。決してね軽くて切れ味のいい、トリガーではないです。実際ブレなんかどのぐらいにブレたんでしょうね。ちょっと見ていただきますと、こうすると今私トリガーを引きますと、まあでもほとんどブレないですよね。これがね試射結果にも出てるんですね。で順番逆になっちゃいましたが、最後は重量ですね。ブラックヘビーウェイトですからね、期待しますよ。ヘビーウェイト640ね、はい。これにカートが加わるとどうかな、こんな置き方でいいんでしょうか。はい、750ぐらいになりますね、カートを入れるとね。はい、モデルガンとしても十分楽しめる重さですよね。はい、そんな感じでね、やっぱりあのホップ調整がね、あんな風にできるとね、これからはいろいろ調整しようと思います。今回はですね、うちの我が家での試写ではですね、ホップは効いてない状態で、はい、測定っていうかね試写をしてみました。はい、じゃあ早速ね試写結果見ていただきたいと思います。リボルバーですからね、これね、ドドーンとね、いや結構ね、この個体に関しては我が家ではですよ、はい、当たるんですね。もう5メートルからね、神さんなんかこの中詰めちゃってね、スコア的にももう34ですよ。で私もねちょっと一発調子込みましたけれどもね、ちょい入れましたと。せがれもね一発ね、これ下のまた例によってあのターゲットの縁に当たっちゃったんだと思うんですけども、4発で入れてと、見てください、34、30、27、平均30ぐらいになってるわけですよね。もうこの時点でね期待が高まりましたね。ただね 7.5 だったらどうなんだろうと思うとね、いやいや何の 7.5 もね、見てください、ここには十分集まってます。はい、それから5メートルの右片手、もう 1,2,3,4 もう一発どこ行った、5、一発だけね多分ねカートだと思うんですけれどもね、一発だけねこうやって外れるのがいるんですよ、6発中。はい、ただそれでも残り5発はこう集まってくると。これも 1,2,3,4 5発でここにいますから、かなり安定してますよね。で5メートルの左、私なんか勝ったと思って勝手に反抗しちゃったら奥さんのが上でしたね。片手の鬼ですね、もうこうなるとね、こんなに集まっちゃってますよ。まああのシングルアクションアーミーの場合グリップもね小さいですから握りやすいってところもあったのかもしれないですけど、それにしてもこのツルッツルのグリップでねこれだけよく当てたなって感じですよね。で最後 7.5 メートル片手、右の片手になっても、まあ、結構ねこう4、5ね、1,2,3,4 ちょっと私しでかしてしまいましたけれども、ということで、5種目で、合計点が120、138、197で平均点が25っていうのは我が家の、試写結果の中でもオートでもいい方です。ということでリボルバーなのに名所入りということですね、これは我が家の。はい、で5メートルの集団を測定してみました。狙ったところはこの赤い印ですね。はい、で集まってるのがこんな感じです。どうでしょう、さっき言ったねこの1発ですよね、だ2発ですよね、あ、5発ずつ5発ずつ打ったから、もしかしたら2回出現しちゃってるかもしれません、そのカートがね。はい、で神さんはこの辺ということで、まあほぼね、はい、あの集団性としてもやっぱりボルバーとしては優秀な方だなっていうのはこの個体に関しては確認できました。ということで非常にね満足度高いです。リボルバーだとねこのぐらい当たってくれるとね、まあオートはねあの本当にもう安定して当たるのは構造上ね、それリボルバーに比べれば当たるんでしょうってところなんですけれども、リボルバーでこんだけ当たってくれるとねちょっとね家の中での楽しみも広がりますね、特に我が家の場合は。はい、楽しい。はい、さすがにねいろいろとね改良をねマイナーチェンジされているって言われてるだけのことはありますよね。非常にねあのなんていうんですか、買った後の満足感、手に入れた後の満足感のあるモデルでした。もう一瞬ね何やっちゃってんだよってね自分をね、もうその自分のなんていうのかな、
もう散財に対してね自己嫌悪もあったんですけれどもね、もう全然今自己嫌悪ないですね。これはやっぱり良かったでしょうみたいに思っています。この調子でね、今は回らなかったです、という時もたまにあります。この調子で残りのね、エクセレントヘビーウェイトシリーズですか、はい、これがね山頂控えてますんでね、で各重心そちらは揃えましたんでね、どのぐらいになるのかということで、この今回の、ロットって言いますか、今回再販されたシングルアクションアーミー同士でね、どのぐらいね、実写性能が違うのかなんていうのもね、おいおい楽しんでいきたいなというふうに思います。まあ冬にもかかわらずね、随分検討して頑張ってくれました。はい、まあ本当にホップ調整機能も使いやすいんでね、横でねホップなしで4丁比べるのもいいんですけど、その後ね優秀な子はね、はい、ホップをいろいろいじってみてね、ホップで少しねドライブかけた方が直進性はいいのかもしれないですし、そのあたりちょっといろいろとね実際に遊んでみてね確かめてみたいなと思わせてくれる一丁でした。ということで、今回は昨年末にね再販という形、なおかつマイナーチェンジされました、マイナーでもないな、結構ねいろいろと改良されましたマルシン工業のゴルトシングルアクションアーミーキャバルリーブラックヘビーウェイト木製グリップ付きカートリッジガスガンご紹介しました。ではまた。